警察を呼ぶわ。2014年5月2日深夜2時頃、大阪府大阪市平野区の閑静な住宅街に叫び声が響き渡ります。声を聞いた主婦が家から外に出ると、一人の男が女性ににじり寄っていく様子が目に入りました。わかった、警察に行けばいいんやろと叫ぶ女性。女性は男の手によって歩道の植え込みに押し込まれます。主婦はこの男が女性を何度も殴っているように見えたそうです。助けてと叫んだ彼女、しかしすぐに静かになります。男はそのまま歩いて白い車へと乗り込み、その場を去っていきました。その右手には何やら光るものが握られていたそうです。この周辺は街灯も少なく、夜間は人通りもかなり少なくなります。静かな場所ゆえに、男女が言い争う声は他の人々にもはっきり聞こえました。別の女性は襲われた彼女が救急隊員から心臓マッサージを受けている光景を目にしています。通報を受けた大阪府警によると、襲われて倒れていた彼女は腹部に刃物が刺さっていたそうです。その後、間もなくしてこの女性は息を引き取りました。司法解剖の結果、死因は腹部を刺されたことによる失血死。腹部のほか、頭部など合計十数箇所に傷がありました。亡くなった女性の身元もすぐに特定されています。亡くなったのは、大阪府松原市大堀三丁目に住むスナック店アルバイト、井村由美さん、当時38歳でした。由美さんはその持ち前の明るくおおらかな性格で誰からも愛されていました。2012年に再婚し、2人の子供がいた彼女。由美さんを知る人は、子供を可愛がる家庭的でいい母親だったと彼女の印象を語っています。フレンドリーかつ気さくな女性だった由美さん。そんな彼女がなぜ殺害されてしまったのでしょうか。警察は目撃情報をもとに走り去っていった白い車の行方を追い始めます。事件が起きた現場を詳しく見てみましょう。由美さんは植え込みで倒れており、すぐ近くに彼女が乗っていたと思われる自転車がありました。どうやら由美さんは勤務先のスナックからの帰り道の途中、男に襲われた模様です。この状況から考えると、通り魔的犯行だった可能性もあります。由美さんを襲った男の捜索を開始した警察は、すぐ手がかりを見つけました。殺害現場から北東に約1キロ離れたコンビニエンスストアの駐車場に、住民から目撃された白い車が止まっていたのです。車内にはやはり男が乗っていました。左指に深い切り傷を負っています。警察は男の身柄を確保し緊急搬送。その後、事情聴取を受けたこの男は由美さんを刺したことをほのめかしました。やはりこの男が彼女を殺害したとみて間違いありません。こうして殺人容疑で逮捕されたのが、無職の松本隆、当時57歳です。さて、この男の正体は。松本は通り魔などではなく、由美さんの知り合いでした。この男は由美さんの勤めるスナックに以前客として通っていた人物だったのです。二人が初めて出会ったのは、事件のおよそ9ヶ月前、2013年8月頃のこと。松本が由美さんのスナックを訪れたことで二人は出会います。彼女の気さくな人柄に惹かれた松本、やがて一緒に居酒屋にも行くようになりました。松本は普段は物静かな男でしたが、由美さんと一緒の時は楽しそうにしており、たびたび笑顔を見せていたそうです。松本はやがて由美さんに恋心を募らせるようになりました。ただこの思いはかなり一方的なものでした。それもそのはず、由美さんは夫がいる身ですし、松本には職業上客として接していただけなのですから。しかし松本はそのことを理解しませんでした。この男は徐々に由美さんにつきまとうようになり、ストーカー化していきます。こうして2014年2月末頃、お店側は松本に対し入店禁止を言い渡しました。ただお店のこの対応は松本をさらに執着させることになります。入店禁止を言い渡されたこの男は、その直後の3月1日午前1時半から由美さんに何度もメールを送り始めました。その内容はとても恐ろしいものでした。殺される前に警察に電話してや、頭冷やす時間を最後にくれや。殺害をほのめかしています。たまりかねた由美さんは翌2日に松原署に相談に行きました。事情を聞いた松原署は、ストーカーの危険度を A から C まで3段階に分けた評価基準に基づいて、その危険性を判断。
松本は危険度 B と見なされました。松原署はストーカー規制法のもと、この男に電話で口頭注意を行います。それと同時に由美さんに対して現住所からの引っ越しや刑事告訴を進めました。しかし家族や幼い子供がいるため、それは難しい。引っ越しはできない。由美さんは警察の勧めを自ら断り、刑事告訴も見送ることにしました。一方、警察の注意を受けた松本は納得いかへんと、これに対して抗議。由美さんへのメール送信をやめず、翌日3月2日の午後8時半まで33回もメールを送信しました。そこには店への出入り禁止は気分が悪いといった内容や、足首を捻挫して歩くと痛いねん、それとタバコ始めた、由美と同じタバコ屋で、このメールも警察に見せて逮捕でもしてもらえといったことが書かれてあったそうです。また松本は由美さんに直接電話をかけたりもしています。その由美さんはトラブルを避けるためにスナックを一旦退職しました。3月12日、松原署は松本を呼び出して書面での警告を行います。この時松本は観念した様子で、もう関わる気はありませんと話したそうです。本当にもう関わるつもりはないのでしょうか。それを確かめるために警察は4月2日に由美さんに連絡を入れました。すると由美さんは、もう何もないです、ありがとうございますと返したそうです。とりあえずこれで一安心か。松原署は松本のストーカー行為の危険性を A から C の3段階の中の C に格下げ、大阪府警の内規に基づき5月2日に由美さんに状況を問い合わせることにしました。ただ一方で警察は由美さんにある情報を伝えていませんでした。実は松本は以前も凶悪な事件を起こしていたのです。松本隆は事件前は独身でしたが、数年前まで妻がいました。ただその妻に暴力を振るったことが原因で傷害容疑で逮捕、離婚し執行猶予中の身でした。2013年10月、裁判所からこの男に元妻に近づいたり連絡したりするのを禁止する命令が下されています。しかし松本はすぐにその命令を破り、その月と11月に複数回彼女に電話をかけたそうです。寂しがりなんやと周囲に語っていたこの男、松本の近所に住んでいた男性は、普段は挨拶をしたら返してくれる人だったが、何回か足音がうるせえぞと怒鳴られたと語っています。どうやら感情の起伏が激しい男だったようです。そうした気質が元妻への DV や由美さんへの必要なストーカー行為につながったのかもしれません。そんな松本は警察が由美さんに連絡を入れて無事を確認したその日から約1ヶ月後の2014年5月1日、自宅から包丁2本を持ち出します。レンタカーを借りて向かった先は元妻が勤務する平野区の飲食店でした。彼女を殺害しようと思ったのです。たどり着いた飲食店に元妻の姿は確かにありました。ただ客や他の店員がおり、犯行を行うことは難しい。殺害は断念せざるを得ませんでした。しかしもう一人ターゲットがいました。井村由美さんです。この男は由美さんの松原署への申し出を被害届と勘違い。あなたにストーカーと言われる覚えはありませんし、被害届を取り消してくださいとメールを送っていました。しかし由美さんは断固として松本の願いに応じませんでした。このことに対する恨みがどんどん募っていった松本、元妻の殺害は叶わなかったが、この女だけは生かしておけない、彼女への犯行を諦めたその足で松本は由美さんの通る道へと向かいます。この頃由美さんは松本の危険性がもうなくなったと見て安心していたのか、元の店に復帰していました。現場付近まで来た松本はレンタカー車内で彼女が来るのを待ち伏せます。そして由美さんが自転車で通りかかった時、用意してきた2本の刃物で襲いかかったのです。そして刃物を1本彼女の腹部に刺したまま逃走しました。警察が由美さんに連絡をしようと考えていたまさにその日に起きた今回の事件。逮捕後松本は、井村さんのことが好きだったが、このままだともう会うことができない、井村さんを殺して自分も死ねばあの世で一緒に暮らせると思い殺したんだと供述しました。殺人罪で起訴されますが、検察は元妻への殺人予備容疑でも松本を追送検します。裁判ではどのような判決が下されたのでしょうか。
警察へ相談したことに腹が立ち、深く恨んでいた。警告後に接触を試みれば逮捕される恐れがあった。だから殺害を決意したと供述していた松本隆。大阪地裁で開かれた公判で検察側は松本に対して無期懲役を求刑します。そして下された判決は懲役30年でした。裁判長は、一方的に裏切られたと解釈し、恨んでいた。理不尽かつ身勝手極まりない。犯行も計画的で残忍である。と指摘。その一方で松本が謝罪の言葉を口にしており、自分自身と向き合う姿勢を見せていたことを評価、その結果有期刑としたそうです。この公判では元妻への殺人予備罪も認定されています。その後松本が控訴したかどうかは分かりません。今回の事件後、大阪府警生活安全総務課の調査官は、警察は取り得る措置は取っていたが残念だというコメントを発表しました。ただ彼らは松本隆の前科について由美さんに知らせませんでした。その点から由美さんの遺族は警察の対応を問題視、前科を教えてくれればもっと警戒したのにと不信感を募らせました。警察はこれに対し人権上の問題があったと説明していますが、遺族からすれば当然納得できるはずがありません。由美さんの夫は、前科を知ってさえいれば引っ越ししていた、これでは殺されるのを待っていたようなもんやと憤りに満ちたコメントを発表。2歳の次男はやっとお母ちゃんと言えるようになった。その母親の死をどう伝えたらいいんや、と妻を失った嘆きを口にしました。警察には警察のルールがあるので、感情だけで一概に彼らを非難することはできません。ただ前科のある男のストーカー危険度を C に下げたという判断は正しかったのでしょうか。松本隆が犯行を実行した日、元妻も由美さんのように周囲に人がいない状況にあったとしたら、この男は2人の人間を殺害していた可能性があります。松本隆は無期懲役を免れました。出所するときはかなりの高齢とはいえ、女性と暴力的な関係しか結べないこの男が、また社会に放たれる日がいつか必ずやってくる。